1>, 1番の山田秀明選手です。2日間さすがのレースですね。そうです。あの今日は瀬戸くんがあの頑張ってくれたんで良かったです。どうでした？瀬戸選手の後ろ初めてついてみて、そうですね。あの変に緊張したんですけど、あの瀬戸くんもなんかこう気持ちが伝わってくるレースやってくれたんで、あの僕もすごい気持ちが入りました。そうです、さあ、そして決勝も九州揃いましたね。そうですね。あの4社なんであのしっかり。 あの何ですかね九州の強さを見せていきたいと思っています。うん、ではファンの皆様に意気込みをどうぞ。はい、あの一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。2番神奈川の成田健二選手です。まずは2日間走られてみて感触などはいかがでしょうか。いやもうついてるだけで苦しいです。特にあの準決勝なんですけれども森田選手の後ろについてみていかがでした。森田選手の走りはいやもう本当強いですね。また決勝再度マークできるんですよね。 そうですね。ねえ、だいなくなっちゃったんで、もう一回森田君お願いします。でもそれでは決勝に向けての意気込みをお願いします、えー。森田と一緒に頑張りますんで、応援よろしくお願いします。地元の瀬戸栄作選手です。再スキューンになって初めて迎える地元戦、二日間どうですか。そうですね。まあしっかり指導権は取れてると思うんで、感じはいいと思います。 さあそして決勝ですけれども、まあ、後ろ先輩たちが固めてくれて、ラインが長いのは、どうですかそうですね、もうすごい人ばっかりなんで、もう自分のお仕事をしっかりできるように頑張りますただ相手も徹底先行2人なんでね、そこは気を抜けないところではありますすよねねそうです、ね、新人の森田君も、もう藤井さんも徹底先行で強いんで、自分も負けないように、頑張りたいです、ね、では、ファンの皆様に意気込みをどうぞ。そうですねしっかり自分の 力出し切って優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。兵庫の藤井英二選手です。さあ二日間しっかりとご自身の持ち味である先行して、そして結果も出せてますよね。そうですね。あのラインの方のおかげであの残れてます。さあそして迎える決勝戦なんですけれども九州ラインも長くなります。そしてルーキーの森田選手もいます。そんな中で藤井選手どう戦っていきたいですか。はいあの持ち味の先行で勝負したいと思います。 やっぱり相手も強力であればあるほど燃えますか。まあ、そうですね。はい、十 <laughs> 分の競争できないと思います。<laughs> それでは、ファンに向けての意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、積極的に頑張ります。応援よろしくお願いします。福岡の園田匠選手です。まずは二走してのご自身の足の感触はいかがでしょうか。まあ、問題なく感じいいと思います。さあ、そして決勝なんですけれども、園田選手の位置、どこになりますか。準決と同じ並びでいきたいと思います。 さあそして園田選手は実装がまたね大切な戦い地元記念も控えてますけれどもねそうですまあそっちそちらに向けてあのしっかり仕上げているんでまあ足自体は問題ないと思うんで明日もしっかり頑張りたいと思いますではファンの皆様にメッセージをどうぞ一生懸命頑張りますお待ちください六番福岡の桑原選手です準決勝を選んだ位置良かったですねそうですねもうついていくだけで良かったですさあそして迎える決勝なんですけれども九州ね随分多くなりましたねはい 自分は4番で固めていきます小原選手の2日間走ってみての足の状態とかはどうでしょうそうですねいつもサセバー来た時は結構軽いし相性いいんではい。では決勝に向けての意気込みをお願いします、えー、一生懸命頑張るんで応援よろしくお願いします7番広島の前反り選手ですさあ準決勝いい位置選びましたねそうですね三井一君が行かなかった方に、うん いいところが来ました。はい。しっかりと藤井選手もね、持ち味を出してくれましたもんね。そうですね。まあ、全然もう垂れる感じもなかったんで。うん、なんとか三塾入りたいなと思ってました。はい。決勝の位置、サイドということになりますか。そうですね。今日も、はい。もう本当に決勝に、あ、連れてってもらった、近畿ラインに行きたいと思います。では、決勝への意気込みをお願いします。そうです、ね。また明日もなんとか頑張ると、頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。 8番埼玉の森田選手です。さあ、今回もしっかりご自身をアピールするレースできてますね。そうですね。はい、展開が向きました。はい、sq での走りってどうですか？あ、すごい楽しいです。さあ、また決勝も強い人たちと当たるということになります。けれどもどんなレースしていきたいですか、えー、自分のえっ、ー、と現状を知れると思うんで、えー、精一杯力勝負で頑張ります。 それでは決勝楽しみにしてらっしゃるファンの方も多いと思いますカメラに向かって意気込みを力強くお願いします連日応援ありがとうございます明日も自分の走りして頑張ります応援よろしくお願いします和歌山の西岡選手ですまずは2走してのご自身の足の感触はいかがでしょうかそうですねもう初日もすごい軽かったんで調子はいいと思いますさあそして準決勝は藤井選手の頑張り大きかったですね そうででも二週から出てくれて、すごい、まあ、四コーナーに持ったんで、だいぶ強かったです決勝もその藤井選手と一緒で、また楽しみですよね。そうで,すでも強いんで、まあ、信頼してついていきます。それでは、決勝に向けての意気込みをお願いします。それも、ライン三人で決めたいんで、応援よろしくお願いします。